テレゴ県は、ウガンダの北部地域、西ナイル地方の県。県とは、アイブ副軍のレジュトレーディングセンターに置かれている。面積は1,102平方キロメートル、人口は20万人、23万人。西テレゴ軍と東テレゴ軍の2軍からなり、2つの選挙区が設定されている。また、テレゴ軍時代には6つの副軍があった。前身は、アルア県のテレゴ軍で、 分離と再編入と10年以上に及ぶ県への昇格運動の末成立した経緯を持つ。2006年7月1日に西のマラチャ軍と共にアルア県から分離しニアデリ県となるがマラチャ軍と県名及び県庁所在地で対立。暫定的にマラテレ県と呼ばれ県庁がなかったためアルア県が代わりに県政を担う事態になった。 2009年3月27日に、ウガンダ最高裁判所の決定によって、ニャデリ市に県庁が設置されることになったが、結局2010年に、マラチャ軍は単独で、県となり、テレゴ軍はアルア県に戻ることになった。アルア県に戻った後も昇格運動を続け、2020年5月5日に、ウガンダ議会でテレ、5県の設置が採決される。同年7月1日に施行され、 ウガンダの136番目の県となった。パーラメントアプローブスクリエーションオブテレゴディストリクト。ウガンダ議会。2020年9月30日閲覧。AB、アルア、サブディビジョン。シティポピュレーションで2020年9月30日閲覧。ウガンダ、アドミニストレーティブユニッツ、エクステンデトアットザウェイバックマシンハット。 パーラメントアプルーブスクリエーションオブテレゴディストリクトインディペンデントドットシーオユージ二千二十年九月三十日閲覧。now パラメントクリエイツテレゴディストリクト c h i m p r e p を ORTS c o m コム二千二十年九月三十日閲覧。ディストリクツオブガンダ STATOIDS c o m コム二千二十年九月三十日閲覧。 マラチャディストリクトエレクトインタームカウンシルアットザウェイバックマシンハットナンバーオブディストリクトヒッツ136マークアズパーラメントアプローブスクリエーションオブテレゴディストリクト PML デイリー2020年9月30日閲覧ありがとうございます